はい、みさん、こんにちは。中の人ゲーミング。中の人 A です。今回はね、MP5 は時代遅れ。次世代のサンマシンガンは一体どうなるのかということで、まあ、今回はね、まあ、世界を代表するサンマシンガン、ヘッケランド候補者の MP5 のその中止化の話と、まあ、今後どうなるのかみたいな、まあ、そういう話をね、していきたいなというふうに思います。で、まずその中止化の話なんですが、まあ、他のね、動画でも、以前の動画でもちょっと触れたことあるんですが、まあ、この動画でもね、その何がどう中止化してるのか、まあ、そこをざっくり言うと、まずその操作方法が特殊で、そして地味に重い。で、最後にカスタマイズが難しいというね、まあ、この3点において、まあ、中止化しつつあるとは思うんですが、まあ、一応ね、前の動画でもやったんですが、この動画でもね、少しだけこの3点をね、ちょっとだけ掘り下げると、まずその操作方法が特殊っていうのは、まあその MP5 のね、その操作方法っていうのは、まあ左前にね、コッキングレバーがあって、まあ要はそのベースになったね、ヘッケランド候補者のアサルトライフル、バトルライフルであるその G3 とね、まあ同じ操作方法なわけですが、まあこの方法というか、このレイアウト、まあそのコッキングレバーの位置とかっていうのは、その一昔前のそのヨーロッパ系の銃ですね、まあ F2000 とか、まああとは AUG とかと一緒って、まあそういう感じなんですけど、まあ今はあんまり主流じゃないですよね。まあ今は AR プラットフォームって言って、要は M16 とか M4 と一緒だったりとか、まああとは AK とか、まああんな感じだったりとか、まああとはその中間みたいなスカーとかあんな感じなので、まあ今はこのね、左前のコッキングレバーっていうのはあんまり主流じゃないですし、で、あとその、しかも、その MP5 って、まあ、結構古い銃なので、そのスチールの部品が多いんですね。で、スチールの部品が多いから、その最近の銃よりはやっぱりどうしても少し重めになっちゃうし、で、あと、そのドラムのリアサイトとか、あとコッキングレバーですね。コッキングレバーこう、左前についていて、こう上にちょっと上げるんですが、まあ、こういうレバーのとかの関係で、そのフラットトップにできないんですね。最近の銃はもう上がね、こうのぺっとしてて、もうレールだけついてるみたいな、まあそういうフラットトップが主流ですが、フラットトップには MP5 できないので、まあそこら辺もね、まあちょっと時代遅れ感あるなっていうふうにはなるわけなんですが、じゃあ何がね、この MP5 のこの後継機となるのか、そして今後継機となっているのかみたいな、まあそこら辺をね、ここから考えていきたいなというふうに思います。で、まず、考えられるそのシナリオというか展開をね、まあ3つ紹介すると、まず1に、ショートバレルのアサルトライフルに駆逐されるってことですね。まあ要はアサルトライフルの方が強くねってことになって、まあ MP5 が駆逐されるっていう流れだったりとか、次の2番目の流れとしているのが、まあ、MP7 とか、まあ、P90 みたいな、まあいわゆる PDW っていうのに駆逐されるっていうね、まあ後継として PDW になっていくっていう流れだったりとか、あと最後の3番目が、まあ MPX みたいな、まあ AR っぽいサブマシンガンとか、まあ他のね、まあ何かしらのもっとモダンなサンマシンガンになっていくっていう、まあここら辺のまあ3つ、これら3つかなというふうには思います。で、まあ、この3つのシナリオが考えられると思うんですが、でまずその最初のね、そのショートバレルのアサルトライフルに駆逐されるっていうのはどういうことかというと、まあ、これはまあそうですね、最近のそのアメリカの警察とかのトレンドっていう感じだとは思うんですが、まあ、MP5 とかそういうやっぱりサンマシンガンの弾、要は 9mm の弾って、要は拳銃の弾なので、やっぱりどうしてもね、ライフルの弾に比べて貫通力がしょぼいので、まあそういうボディーアーマーとかがね、抜けるように、そのアサルトライフルを使おうっていう感じで、まあ今のアメリカの警察とかは、まあ普通にね、まあなんだろうな、街頭警備みたいな時でも、その普通にね、まあ、M4 みたいな AR 系の銃を持っていったりとかするわけですし、で、しかも、アサルトライフルもね、まあ、最近は、その、いろんなね、バレルの長さだったりとか、まあ、PDW モデルとかね、まあ、そういうのも開発されてるので、まあ、昔みたいになんかフルサイズの M4 バーンみたいな、まあ、それだけじゃないので、まあ、いろんな選択肢もあるから、まあ、そういうことも考えると、まあ、そういう小型のアサルトライフルとかが、まあ、MP5 の後継機種になっていくっていう可能性も、まあ、かなりあるとは思います。まあでもね、まあこういうアサルトライフルって、まあやっぱりその重心が短いと、そのマゼルフラッシュがでかくなったりとかもするし、まあいろいろ不都合なことも出てくるし、まあ今度逆にね、普通に通常サイズのさ、アサルトライフルっていうか、ライフルの弾がね、ちゃんとね、スペックをね、活用できるぐらいのね、サイズだったら、まあ今度やっぱり当たり前ですけど、MP5 よりもでかくて重い銃ってことになるので、まあやっぱりアサルトライフルにしても、まあ MP5 の、その完全な上位互換になるわけではないのかなとは思います。で、次。まあ、そんなアサルトライフルになるっていう流れもあると思うんですが、次は MP7 とかね、まあ、P90 みたいな、まあ、いわゆる PDW とかになる、まあそういうことですね。まあ、これはそうですね、まあ、イギリスの警察官とかがね、そうですが、まあ、MP7 持ってますけど、その今までと同じようなそういうサイズ感で、使用する弾薬を、その拳銃から、拳銃の弾から、その専用のね、PDW の弾に変更するっていうことで、まあ、ボディアーマーへの貫通力を担保するっていう、そういうパターンですね、この PDW に変えていくっていうのはね。
まあそんな感じで、これはね、選択肢的には、そのサイズ感的にはほとんど変わらないのに、まあ、貫通力だけアップっていう感じで、まあこれもすごく魅力的な選択肢だとは思うんですけど、まあこういう PDW だと、やっぱり MP7 とか PD90 とかって、まあ使う弾が特殊、てか専用の、ほぼ専用の弾になるので、まあ、やっぱり 9mm の普通の弾よりはね、ちょっと調達もめんどくさくもなるし、で、まあ、あと別にいいじゃんと言われれば、まあそれまでなんですけど、そのハンドガンと弾薬を兼用するっていうことはちょっと難しくなるわけですね。まあ P90 だったら 5.7 弾共用ですが、まあ MP7 はね、まあ MP7 でしか使わないので、まあうんってはなるけど、まあ別にいいじゃんと言われればね、まあそれまでですけど、やっぱりちょっと不便な部分はあるのかなとは思いますっていう、まあそんな感じですね。で、まあそんな、まあ、PDW に、まあ、MP5 からシフトしていくっていうのも考えられますが、最後にその考えられるシナリオとしては、まあ、純粋にその 9mm のサンマシンガンで、まあ、モダンなやつにシフトしていくっていう、まあ、その流れですね。まあ、例えばシグ社の MPX とか、まあ、CZ のスコーピオンエボ3とか、あとはブルッガーの透明のね、APC9 とか、ヘッケランド候補者でもね、UMP とか、いろいろね、まあ、MP5 よりも、まあ、もっとね、近代的で先進的なサンマシンガンっていうのはもっとたくさんあるし、あとタルコプやってる人はわかると思うんですけど、まあ、今はね、9mm の弾って言っても、まあ、アーマーピアシング系の弾もあるので、まあ、それがね、まあ、ボディーアーマーをどこまで抜けるのか、まあ、ボディーアーマーの進化と 9mm の弾の進化、どっちが早いのかっていう問題はあるにせよ、まあ、ここら辺のね、まあ、様々な 9mm のサンマシンガンっていうのは、まあ、そういうアーマーピアシング系の弾と組み合わせて、まあ、そこでシェアを競い合っていく。まあ、要は、エボ3がいいのか、UMP がいいのか、MPX がいいのか、どっかチカ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 ね、シェアを競い合うっていうのも考えられるし、まあ、今も実際そうなってるというか、まあ、今ここまでね、紹介した3つのシナリオありますが、まあ、それが、まあ、現実でもそのガチャガチャしながら推移しているっていう状況ですけど、まあ、そうは言っても、まあ、MP5 がね、まだ粘っているっていう、まあ、そんな状況なので、まあ、もしかしたら、この MP5 がね、バーンってね、20世紀後半からね、まあ、登場してって、まあ、21世紀初頭までね、すごく活躍してますけど、その完全な後継機がバーンって出てくるっていうよりは、まあ、今みたいな、ちょっとごちゃごちゃした期間、まあ、MP7 にする人もいれば、アサルトライフルにする人もいるし、まあ、他の9mm のサンマシンガンにする人もいるし、みたいな、そんな感じで、ごちゃごちゃした期間が、まあ、当面は続くのかなっていう気はするんですが、まあ、自分としては、まあ、その MP5 がね、あともうちょっと10年、20年経った時に、まあ、完全にね、まあ、時代遅れなものとして扱われるようになった時に、まあ、日本のサットとかをね、まあ、どういう風な銃にするのかなっていうのは、まあ、ちょっと楽しみというかね、まあ、楽しみってのも変ですが、まあ、気になるなとは思ってますという、まあ、そんな感じです。はい。というわけでね、まあ、MP5 ね、すごく人気のある銃ですが、まあ、今後はね、徐々に、違う銃にね、サンマシンガンシフトしていくんじゃないかなっていう話でした。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。